今日は超絶うまい人たちを集めてまいりました。みんな笑ってます。今日はですね、この中で誰が一番いいスコアで上がってくるかを視聴者の皆さんに予想してもらいたいと思います。これどうなってるの忘れちゃった。うん、ナイスショー。あそこ一番いいかも。安定してますね。安定してます。うん、ナイスショー。みんなどうなの、実際同じチームなんですね。同じ東千葉の2人は。そうそうそう。だから彼女はね、うん、東千葉のハンディは2だ、うん、1か2か。すごいですよ。見合わないからいつも、うん、じゃあそんなあやさんにちょっとインタビューしていきたいと思います。いいですか、あやさん。お願いします。もうちょっと本当にマスクいいですよ。マスクでも花粉症なんで、みんなちょっと大人になってゴルフ始めたわけじゃないですか、はい、まあ言っても7年。なんでそこまで、どういう努力で行かれたんですか。やっぱり出だしに遠回りしないように、はい、あのまずあのレッスンプロにやっぱり習いました。握り方からクラブのグリップからで、周りに上手い人がいっぱいいるので、はい、まあ、いろいろ教えてもらいながら、うんうん、そういう環境はすごい恵まれてるんで、まあ、今もねまだ通過点のまだこう直してる最中、途中、そう最中で。え、もうじゃあ始めた時から今まで全部ずっとレッスン行かれてる、うん、そう、ずっと同じ先生に習ってます。うん、それがちょっといいとこかもですね。浮気せずに、浮気せずに信じて、先生を信じて。プロのコーチなんで。プロのコーチ一番その中で下手な生、あの生徒、生徒、そうプロばっかりみたいな。プロが多いです。なるほど。あやさんがこう競技になんか出ようと思ったきっかけとかは何だったんですか。学生時代もずっとテニスやってて、うんうん、でテニスでやっぱ試合してたんで、テニスなんだね。なんかこうスポーツは競技につながっていくようなイメージがあって、自然になんかこう競技に出るようになって、まあ、っで初めはね全部日韓とかパブ戦とか全部申し込んでで絞っていきました。時間もね、お金もかかるんで絞っていきました。最初はもうとりあえずやったことないで手当たり次第。そう、手当たり次第。よくそんな度胸あんねって言われたけど、わけわかんないからできた。今知ったらなんでそんなの出れたんだろうと思っちゃう。いや、私怖いことしてたなみたいな。そうそうそう。いや、でもそれがあったから逆にね、どんどんこう試合にも慣れてって。そうですね。初めてほらルールとかも怖いじゃないですか。ね、間違えたらね、どうしようって言われて思ったけど。まあなんかね、それで出て度胸をつけていったかなと。7年でこうなれるんですよ。145ぐらいなんですけど、はい、上げてるのと、はい、ちょっと今6番アイアンが苦手なので、はい、U6 でクラブで150ぐらい打っていきたいと思います。はい、あ、右行った。あ、でも距離は行ってますよ。よくこうやって競技ゴルファーの方とかと一緒にラウンドしたりするんですか。そうですね、月に 1,2 回かな。月に 1,2 回靴沢さんに可愛がってもらってからね、成長は本当やっぱね、靴沢さんと一緒にやるようになってすごくこう変わったって前も話聞いて、うん、やっぱ刺激受けたり、私もね、雲の上の人だけど、あの、まあ、真似もできないけど、うんうんうん、気持ちの、ね、モチベーションとか、なんかそういう、もうできるんだぞって、もうできない、できない、いや、できないですよっていうの、いや、できるんだみたいな感じで言われて、できるんだ、できる、やれば気がするみたいになってくる、私、できるみたいな、できるって言いかせてやるみたいな、いやー、でもそれでやっちゃったわけですからね、去年は。すごいですよ。安定すればいいですけどね、たまたまのような気もするし。いやいやいや、
して外出ちゃう。そう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 、外出ちゃうでしょ。私もさっきやったけど、超薄いの。薄いんです。あそこ超薄いらしい。超薄いで。フェス開かね。開くか。強いね。これは強い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 。なんかわかる。弱くなって。そう、弱くなったら、これはクリーン止まなかったら戻る。だからこれはもうフェス上がって高くボールしないわ。バーンに止まない。加速してるよ。あーあーよかった。これ入らなかったらあっち外また出ちゃうかもしれない。そうだよね。加速してたの。ねえ、そうでしょ。やめる抜き。今の。今の危ないな。今日のあやさんのコーディネート。今日はね、春で昨日ネイルサロンに行ってきたんですけど、はい、桜を今日はつけてもらって。それに合わせて今日は花柄かなと思って花のいい、ね、やっぱゴルフだと普段着ないような、うん、そうですね。こんなね短いの履いて歩いたら変だからわかります、わかります。ここだけここだけ、ね、ここだけ、ここだけ、ね、ここだけで楽しむ。わかります。帰りは着替えます。帰りは着替えます。はい、はい、みんなゴルフ場では華やかに、そうですね、行きましょう ね。それも楽しいですよね。みんなが華やかだと楽しいですよね、うんうんうん、そう、それを心がけ て、 心がけて明るい色で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます受けてるんですけど、ちょっと今走ったので番手に困ります。でもやっぱり受けてるのでしっかり乗らないとダメだと思うので、ちょっと大きめに行きます。ナイスパー、ありがとう。ナイスバーディー。ナイスバーディー、はい。はい、はい、ナイスバーディー。ありがとうございます。最近やっぱりパターが、前回の勝負からもそうだったんですけど、ちょっとやっぱりゴルフから離れてることもあって、感覚のものが少し弱くなってます。ちょっと徐々にペースを戻していきたいと思うけど、なかなか今のが入らないと苦しいかな。で、またリズムを戻したいと思います。すごいと思うよ。
絶対トレーニング効果半端なくない？出てるよ。これもいいよ。伸びる。ランさん、右足上がりがかなり強いんですけど、うん、この傾斜はどういうことを意識して打たれますか？一日は左に置いて、自分でそのボールは上げようと思わないでそのままに打つ。そのままに打つ。そうそう。おー。あ、大丈夫。大丈夫。大丈夫大丈夫。よかった。よかった。自分で。うん、よかった。ランさんさ、スタンスも狭めじゃないですか。そうそう。それは何か理由があるんですか？あの、広かったら自分はあの腰についてくれないですよ。あ、だからスタンス狭いするときはすぐくるっといってくれる。もしスタンス広かったらこういう風になるんじゃない。あ、だからそれは年取ったら結構きついから、きつい、年取ったらやっぱりちょっとスタンス狭いた方はここに戻ってくるしやすいから、あの力いらないの。ね、ただのネチの狭いのにめっちゃパワーあるから。そう、なぜ、ね、ここの力でしてるから、ネチる力で打ってるから。うーん、全く手力は打ってない。入れてない。入れてない。力は手とかはない。ない。ここ腰。女の人特にね、腕力あるわけじゃないから。そうだから自分はここスタンス狭いしてから本当すごい安定感は出てきて、どこも痛くない。わお。さあ、どう打っていくか。砂の上はちょっとこれ大変。あ、でもうまくいくんじゃないですか。やっぱりパンチこれ。でも今のはちょっとしょうがないですね。こんだけ砂、もうこの砂、バンカー。これどうしてここにいるだけ。これ難しいよね、薄くて。そういうこともありますよね。うまい。ああ、ナイス。ナイスガーディー。チップイン。チップインです。チップインだね、今。あやちゃん。うまい。ナイス。ナイスバーディー。ナイスバーディー、連続バーディー。バーディーバーディー。ナイスバーディー。ナイス。ああ、どこになってた。ナイス寄せ腕ですね。クラブを立てて、立てて。もう少し、もう一個上のクラブを持ってる。今はちょっと刺さっちゃいますもんね、寝てると。ショットで、はい、まあ競技とか出てると、まあ、18ホールナイスショットするの難しいじゃないですか。まあ、ティーショットがちょっとあーいまいちだなーっていうところに行った時とかって、どうやってこう切り替えていってますか？あ、私はもうこの歩いてる時に気持ちを切り替えます、うんうんうん、もう最初にグリーンを見て、うん、あの辺だったら多分こんな感じのラインになるから、うん、ああやって打とうかなとか歩いてる時に考えます。もうこの歩いてる間に次のこと、うん、次のことを考えちゃう。もう引きずらない。私もそうですね、一緒ですね。あやさんもやっぱ歩きます？うん、結構歩く。歩きます。で、あの打ってすぐ忘れる。次のこと考える。もう打ってすぐもうそう、悔やんでもしょうがないから。でもそれはやっぱ最初からそれって結構気持ちすぐ切り替えれました？できませんでしたよ。そうですよね。どこ行っちゃったんだろう。いや、もう変なとこだったらどうしようとか。私は始めた頃って結構
全然ボール探すの違うとこ見てどこにあるか分かんなくて自分の大体の距離も分かんなくて、うんうん、ない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 また探すのに時間もかかるみたいなね違う心配いっぱいなるほど、そうやってねみんな試合に慣れてだんだん切り替えれるようになって、うん、ねもう慣れると思います。私はまだちょっと多少引きずって、いやいやいや、塩田さんの切り替えはすごいって、鬼のメンタルって言われますから褒め言葉、リンゴルフの中では光栄です。あやさん、はい、今ちょっと打つ方向に木があるじゃないですか、はい、これどうクリアしていこうって感じですか。距離が160なんですけど、だいたいこのぐらい離れてるんで、まあ、ボールの高さで超えられるかなと思ってそのまま行くんです。でもそのままピン方向に、ピン方向に狙って狙っていきたいと思います。はい。でもちょっとユーティリティドローが出やすいんで。そうですね。ちょっとつま先上がりの部分もありますね。思い切って。はい。気にしないってやつですね。いいですね。気にしない。気にしてない。さすが。高さ完璧よ。ありがとうございます。ナイス。いや私あの低い方行くのかどうか、うん、高い方行くの。角度的にねちょっと高い方と距離があったから、ね、技術持ってますね。いい。なぜ今アプローチではなくパターを選んだんですか。ちょっと下りが入ってるのでアプローチであそこに止める自信がありません。やっぱこう安全な方に、うん、安全ね、安全奥にこぼしちゃったんで。そうですね。はい。あ強っ。やだ強いよ。この分ね。この分強くなっちゃった感じですかね今。そう。このどっちが良かったんだろう正解が。ここ読むの難しいと思います。うん、ここからだといいけど、うん、そうそう、ここのガサガサだよね。ここ難しいかも。この辺だったらやっぱり順目だから。また聞いてると。でこういうとこでもアプローチ打ってるよね、塩田さんね。私絶対パターで行くわ、ここから、まあ、ここ今のところでも、まあ、そうだよね、多分確率的には絶対パターが正解だと思う、うん、なんかあーとかやりそう弱いね。弱い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 、もう少し。いい感じ。伸びろ、はい、伸びろ、あー伸びろ、オッケー、ナイスパワー。ナイス、ナイスイン。まず絶対に2パターで行くし、今の2メーターぐらいの何かもポコポコ入れるし、ごめんね。